からはこのコーナーです。集まれあなたの街の3代目、イエーイ、久しぶり、久しぶりのこのコーナー、コーナー待ってましたよ。また燃え上がってきましたね、この3代目のコーナーでも久しぶりで嬉しいですね。久しぶりで嬉しいです。待ってましたね。はい、このコーナーは地元を愛し代々家業を受け継ぎ頑張っている3代目さん、おじいちゃんおばあちゃんと3世代で暮らしていますというサザエさんのような大家族の皆さん、うん、その他おじいちゃんおばあちゃんから大切なことを学びましたというあなたからのメッセージをご紹介、応援していこうというコーナーです。はい、では早速ご紹介しましょう。はい、ラジオネームみっちょんさんからいただいたメッセージです。はい、りゅうちゃん、おみたん、こんばんは。こんばんは。いつも娘ちゃんと2人の声に前のめりになって聞いています。はい、うちは親子3代で住んでいます。はい、1代目が私の母、はい、2代目が私、3代目が娘ちゃん2人、うん、最近どことなく私が母に、はい、娘ちゃんが私に似てきた気がします。顔だけでなく口癖や仕草まで DNA ってすごいですよね。うん、りゅうちゃんやおみたんはお父さんやお母さんに似てるところはありますか？うん、だいぶ怪我や病気に気をつけて編集力まで頑張ってくださいね。ずっとずっと3代目応援していますということなんですけども、はい、みちょんさんメッセージありがとうございます。ありがとうございます。僕おみたんです。おみたん初めて言われました、おみたんっていうのは。でも娘ちゃんって言ってるんですね、娘ちゃん。みちょんさんはなんかちっちゃいのかな。ああ、そうなんだ。もしかしたら仕草や仕癖も似てくるということなんですけども、やっぱ似ちゃうんですよね。でもなんか仲良さそうよね、なんかこのメッセージからも伝わるんですけども、うん、そうですよね。どうですか、お父さんお母さんに似てるとか言われるところあります？顔とかさ、やっぱ顔はすごい似るよね。どっちに？俺は最初は親父にだったんだけど、うん、最近でもお母さんに似てるって言われます。へえ、なんかよくわかんないですけど、年を重ねてお母さんになってきたんだ。そうですね。オミはどうですか、どっちにですか？僕母親に似てるって言われますね。あ、そうだね、うん、って言われるんですよ、よく。でもそんなに似てないと思うんだけど。口癖とかもどうですか、なんか似てる部分とかありますか？なんかね、うちの親父が、うん、なんか、うわ、うちの親父もなんかリビング座ってる時こんなことやってたわみたいなことを自然とやってる時があって、ちょっとショックだったの。なんかショックかい。自分でショックだったんだよね、うわっと思って、うん、なんかそれが別にいい仕草と俺はあんま思ってなかったから、なんかうわっ俺もやってるって思うとちょっとショックだったことあったんですけど、でもやっぱあれ生活を共にしてるから、その親父さんがやってた行動多分頭の中に入ってて、そうなんだ、ね、やっちゃった。なんかその犬飼ってる人とかって犬もその飼い主に似てきたりする、顔とかが分かる、似てきて、これってなんかすごいなと思って、ちょっと DNA とはちょっと違うんですけど、話が、そういう部分でやっぱ一緒に生活してたらやっぱ似てきちゃう部分が出てくるのかなって思います。やっぱそうだよね、なんか、うん、まあ、家族とかこう DNA ではないですけども、うん、メンバーも結構口癖とかって言ったりするよね、なんか誰かがずっと言ってることとかそうそうそう、エリーとかさ結構な口癖が、まあ、なんか口癖というか、なんかエリーの言い方みたいなのがあったりするわけなんですけど、それとかなんか真似したいというか、なんかちょっとメンバー内に浸透したいとかするんで、やっぱ生活を共にするとそういった部分が似てきちゃう部分があるかもしれませんね、もしかしたら。そうですね、ぜひそんなエピソードがまた詳しいことがあったらぜひ教えていただきたいですね。はい、親子3代と言わず、4代5代とずっと仲良く過ごしてほしいです。はい、それで